さあリングに登場してまいります。千の顔を持つ男、夏の札幌を彩る大一番を控えました。マスカラス対アブドラザ・ブッチャーの一騎打ち、スペシャルマッチ60分一本勝負です。このカード、全国のマスカラスファンが待ち望んでいたものでありまして、マスカラスの控室には打倒ブッチャーの激励電報がたくさん寄せられております。ニルマスカラスであります、ニューコスチュームで登場してまいりました。さあ今度は反対側の花道、ご注目いただきましょう。マスカラスの挑戦に受けて立ちました、黒い稲妻、悪の代表でありますアブドラザ・ブッチャーの登場。ブッチャーは記者会見でも言っておりました、弟ドスカラス同様に虫けらのようにニルマスカラスを叩き潰してやると、このように語っております。その表情、それから姿からはまるでニルマスカラスを問題にしておりません。アブドラザ・ブッチャー、ゆっくりと登場。両者が登場してまいりまして、華やかに盛り上がります札幌中島スポーツセンターのリング上。試合に先立ちまして、日本テレビから選手に花束の贈呈が今終わりました。今日は、花束の贈呈を受けましたアブドラザ・ブッチャーであります。さあどういうような試合になりますか。これより両選手の紹介があるものと思われます。特別試合60分一本勝負であります。青から350日本のアブドラザ・ブッチャー、今や黒人の総帥です、アブドラザ・ブッチャー。中から240日本のミル・マスカラス、弟ドスカラスの叩き打ちにやってまいりました、ミル・マスカラス。勝負の方は60分一本勝負であります。このミル・マスカラス、血のつながりを非常に強く重んじる男でありまして、マスカラスにとりましてはメキシカンの血が騒いでおります。しかし30キロ差の肉体の壁、30キロ違います肉体の壁、しかしどう見てもミル・マスカラスにとりましては不利でありますが、果たして頭の中ではどういう作戦を考えておりますでしょうか。2人の因縁は今年の3月のチャンピオンカーニバルに遡ります。このチャンピオンカーニバルに参加いたしました弟ドスカラスが参上大会におきましてブッチャーにわずか2分5秒でコテンコテンにノックアウトされました。その時弟のドスカラスは兄ミル・マスカラスに復讐を誓いました。ファンにミル・マスカラスを必ず復讐してやると誓いました。そして今夜以来5ヶ月の時間を経まして復讐劇が実現したものでございます。すでに60分の一本勝負、ゴングが鳴っています。さあ竹内さん、はい、この対決なんですけれども、私先ほど30キロの肉体の壁というふうに表現いたしましたが、この肉体をですね両者比較しますと、ミルマスカラスちょっと差がありすぎますがね。おっとフライングクロスアタックですね。まずフライングクロスアタックを一発目発動いたしますが、見事にダウンしました ね。先制攻撃成功しましたね。先制攻撃成功ですね。田沢さんはこの30キロの肉体の壁はどういうふうに考えてますか。それは当然物理的にはですね、大変なハンデキャップですけれども、それを補うにですね、空中殺法、非常にバラエティが多いね、はい、マスカラスの動きですね。なるほどね。これがまあどこまで補うかということですね。なるほど。マスクをつけておりますので、ミル・マスカラス選手の素顔ははっきりと皆様方にお伝えできませんけれども、マスクの下から鋭い眼光であります。おっと、ネックハンギングに取りました。ネックハンギングに取りましたが、腰に乗せて投げようとするミル・マスカラス。あれは無理ですね。無理ですね。肉体の差、先ほどからお伝えしておりますが、30キロ。アブドラザ・ブッチャーは132キロ。ミル・マスカラスは軽量105キロであります。身長ミル・マスカラス180センチ。アブドラザ・ブッチャーは6センチ上回りまして、186センチであります。しかし、竹内さんね、はい、日本に来日直前にロサンゼルスのマットです、ですね、はい、巨体のブルーラモスを相手にしなぎを持って戦ったこのミル・マスカラスですけれども、頭の中ではアブダラザ・ブッチャー作戦もうほとんど出来上がっているようですね。当然このロサンゼルス転戦でですね、はい、それはがっちり身につけていると思いますね。そうですね、足を必要に攻めますミル・マスカラス。もう体、おーっと倒した。体全体をアブダラザ・ブッチャーの左の足に密着いたしまして見事に倒しました。そして足を X 字型に固めます。ご覧のようにアブドラザ・ブッチャーは、ニューシューズを履いておりまして、もちろん狂気シューズであります。蛇の縫い取りが見えます。蛇のように執着心を持ちましてミル・マスカラスをやっつけようという、このニュー狂気シューズでございます。今の田沢さん作戦いかがですか。僕は、ね、足から攻めてますね。足を狙うということはね、はい、もしこれが計算されているもんならね、非常に賢明な作戦だと思いますね。あ、そうですか。足をとにかく攻めなくちゃいかんですね、はい、それからもう一つ警戒しなくちゃならないのは、ブッチャーはね、
簡単なことではね、クロスを切ってもですね、倒れても、参ったように見せてもですね、なかなか参りませんからね、それで帰って反撃のチャンスを狙ってる、なるほどね、これを用心しなくちゃいかんですね、弟がやられたと同じように、はい、竹内さん、はい、開幕戦で私非常に感心したんですけれども、レスラーとしては故郷ですよ、ニルマスカラスはね、はい、そうですね、しかしこの大型のアバドラドブッチャーに正面から正々堂々と戦ってましたね、一歩も引かなかったですね、そうですね、です今日もですね、マスカラスの服の間から出てる目ですけどね、異常なまでの光り方をしてますね、ますね、本当にメキシカンの血が騒いでおりますニルマスカラスであります。控え室におきましては誠に物静かな男、本ばかり読んでいる控え室の表情でありますが、しかし一旦リング上に現れますと、そのファイト表現してまいります。今の地獄好き一発で吹っ飛びました。三条大会で弟のドスカラスが、ブッチャーと対決したときにこの地獄好きで本当に、5メートル以上リングの外に吹っ飛ばされましたよね。あのね、ブッチャーの地獄好きというよりあのバンテージがね、地獄好きをさらに強化してますね。そうなんですね、コンクリートバンテージですよあれね、はい、今日もがっちりと右の手、バンテージをつけておりますアブドラザ・ブッチャーです。さあまたしても正面から4つに組みますミル・マスカラスであります。ご覧のように肉体の壁密着しますとアブドラブッチャーがいかに大きいか分かりますが、場外乱世、まず地獄突き、カメラの下にミルマスカラスが飛んでいきました。またリングサイドのお客様が後ろの方に下がろうとしておりますが、しかし今日のこの夢の対決、お客様の方もあまり後ろに下がりませんで、前に前に出て一挙手一投足を見守ろうというような体勢であります。超満員の札幌中島スポーツセンターのお客様、リングの中に先に入りましたのはアブドラザ・ブッチャーでありますが、ミルマスカラスも体勢を立て直しまして今エプロンサイドに足を乗っけました。そして左足からリングの中に入ります。今日のこのミルマスカラス選手の試合用の衣装はグリーンのタイツ、それから真っ赤なリングシューズをつけています。それから橙色のトランクスを身につけましたミルマスカラスであります。もちろんこのアブドラザ・ブッチャーとの2人のシングルマッチは今夜初めて、おっと体当たり、ものすごい勢いでカウンターのタックルに出ようとしたアブドラザ・ブッチャー、非常に走りっぷりを見ておりまして、今クロスアタックをかませましたか。そうですね、かませた、そうですね、そしてトップロープに乗りました、トップロープに乗りまして、そしておっと頭からヘッドバットだ、フライングヘッドバットだ、頭から当たりました。これは思いもよらぬ技、思いもよらぬ技、ヘッドバット、期待が切れたようであります、期待が切れたようであります。飛んでヘッドバットを打ちましたね、竹内さんね、これはマスカラスの新しい攻撃ですね。そうですね、ミルマスカラスはトップロープからフライングボディアタックというような18番の技を持っておりますが、今日は両手を広げませんで頭から突っ込んでいきました。本当に勇気のある男でありますミルマスカラス。ちょっとアブドラドブッチャーの額というよりか口の中が切れたようです。どうやら左の耳からも出血を見ているようであります。フライングヘッドパットとはもうこれは驚きました。そしてサイドのヘッドロックに取りまして、ミルマスカラス思い切って拳打ち、拳打ちは反則でありますが、ファイブカウント内は許されています。さあブッチャーの攻撃、ロープに飛ばして、おっとおっと正面から当たりましたが、いい体勢を取りましたミルマスカラス、華麗なるフットワークを誇っていますミルマスカラス。さあアブドラドブッチャーが大きく肩で息をついておりますが、さあ半身の体勢、ギーッとも相手の顔をにらみつけています。しかしちょっと出血を見ました、アブドラザ・ブッチャーでありますが、またしても攻撃を仕掛けたのはミルマスカラス。本当に正々堂々巨体のアブドラザ・ブッチャーに戦いを挑んでいますミルマスカラスであります。ところでね、竹内さんね、はい、開幕戦の時にこのアブドラザ・ブッチャーとタッグチームで戦いましたけれども、覆面がですね、はい、頭のてっぺん半分以上裂かれてしまいましたね。その覆面をですね、マスカラス自身から預かってたんですけども、あこれですか、はい、あなるほどね、後ほどもしチャンスがありましたら、ご覧いただきたいと思いますけれども、しかし今日もそういう危険性は竹内さん十分にありますね。十分にありますね、これ一番注意しなきゃいけないですね。いずれにしましてもマスクマンレスラーにとりましては、自分の覆面を顔面を覆いましたマスクは命と言われております。昨年エルハルコンと、ルーザーテイクオフマスクマッチがありました。この時は見事にマスクを取ったミルマスカラスでありますが、過去のミルマスカラスはマスクを剥がれたことがありません。あーいた、あー私も栗色の髪の毛が見えます、栗色の髪の毛が覗きます、ミルマスカラスの髪の毛です、再び破かれました。やっぱり今髪破ったんですね、再び破かれました、やっぱり今髪破ったんですね。そうですね、彼
はい、かみましてですね、さあ、おっと、もう赤は半分以上が見えています。大変なことになりました。ブルーマスターズのマスクに命があります。おっと、もう髪の毛、頭の部分が半分以上、うわ、額の部分まで増えそうだ、額の部分まで増えそうだ。あ、素直にしてヘッドバットを行こうという作戦ですね、竹内さん。それを完全に狙ってますね。狙ってますね。素直にして世界一の一当たりで狙おうという。さあ、マスカラスを取った。マスカラス反撃、マスカラス反撃、タイヤのパンチ、パンチ、パンチ、パンチをします。ニューマスカラス足を崩した。ロープ使い、ロープギアの解決、一進一退の攻撃であります。しかしニューマスカラス、マスクはもう半分以上破かれておりますので、ここでエキサイト。しかしアブドラドブッチャーは、フルと見ましたか、場外乱戦に持っていきました。場外乱戦、非常に勇気のあるレスリングを展開しているミルマスカラス。マスクは半分以上破かれておりますが、体の上がミルマスカラス。さあ、下敷きになったのがマスカラスがエキサイトしてね、チョーク攻撃に入っています。リングサイドから松永アナウンサーのリポートが入っています。どうやらチョーク攻撃に入っているようであります。カウントは続いています。はい、カウントが続きます。カウントが続きますが、ミルマスカラス、さあ、カウント1000でリングの中に入らないと勝ちがありません。勝負は1本勝負、60分の1本勝負、勝負は1本だけであります。さあ、アブドラドブッチャーも起き上がりました。ミルマスカラスも今起き上がりました。場外で両者立ったままの対決になりました。そばには赤い鉄柱がありますが、力で押しまくる、力で押しまくる、力で押しまくるが、今ゴングを要請、上位向けにゴングを要請しましたが、果たして60分の一本勝負、夢のドリームマッチ、スペシャルマッチ、勝負はどういう風になっておりますか。さあ、今下敷きになっておりますのは、どうやら今度はミルマスカラスが下敷きにされているようであります。マスカラスの目のあたりまで見えてまいりました、はい、完全に覆面はですね、もう耳のあたりまで下がっています。額が見えてます。そうですか、額が見えています。完全に額が見えたという松永アナウンサーのリポート。いやいや、これはもう本当に大変なことです。ルールはルーザー成功マッチでありませんからね、そうじゃありませんからね、スペシャルマッチであります。相手は、マスクをつけておりませんので、覆面剥ぎルールは使用いたしません。しかしエキサイトしたアブドラドブッチャー、おっと、今度はカルロス・コロンがゴングを聞いて駆けつけてまいりました。駆けつけてまいりましたが、今度は、ミルマスカラスのサイドにジャンボ鶴田が今後ろに見えます。後ろ姿が見えます。さあ、しかしアブドラドブッチャーとミルマスカラスはまだやり合います。まだやり合います。カルロス・コロンが入ってまいりました。そうですね、カルロス・コロンとタイガー・トグチ、カルロス・コロンとタイガー・トグチがやり合っているようなリポートが入りましたが、しかしミルマスカラスのマスクは無残にも破かれました。もうあるいは顔面が、あるいはちらっと見られるかもしれません。かつてこのミルマスカラスは素顔を見せたことがありませんが、また行った、また行った、また行きました。ミルマスカラスがまた行きました。すごい投手です、すごい投手です。本当に竹内さん、これがメキシカンの血でしょうかね。やはりマスカラスを怒らせれば絶対強いですよ。いや、本当ですね、本当ですね、勇気100倍。今回はコロンとブッチャーが2人がかりでマスクに手をかけています。はい、全日本プロレスの全員がミルマスカラスサイドについているだけに、それだけが心強いというふうに言っておりましたけれども、まだゴングが打ち鳴らされております。今正式な紹介がありました。8分55秒、両者カウントアウト、引き分けというような判定であります。勝負はつきませんでした、勝負はつきませんでした。両者カウントアウト、引き分けであります。場外引き分けでありますが、まだ興奮しております両選手。ミルマスカラス、覆面をもう3分の2以上破かれてしまいました。開幕戦で破かれたマスクよりももっと破かれてしまいましたね。もっとひどいですね、大変なことになっております、大変なことになっております。果たして、マスカラスの素顔は、あるいは流血したんでありましょうか。アメリカ本土の対戦でも日本の対戦でもまだ一度も素顔を見せたことがありませんし、流血した経験がありません。ミルマスカラス、どのぐらいのダメージを負っておりますか。マスカラスの目がですね、はい、泣いてるようです。ああ、そうですか、はい、わかりました。ミルマスカラス、勝負は引き上げということになりまして、これはもう屈辱の涙でありましょうか。半分以上、3分の2以上、まだまだやらせろというふうにですね、タイガー・トグチと鶴田に言っています。マスカラスの覆面が破かれました。もっともっとやらせるというようなアピール。おっと、また行った、また行きました。ミルマスカラス、また行きました。今度はアブドラドブッチャーの太いクリッタマンを捕まえまして、場外鉄柱に持ち込もうというところでありますが、全日本プロレスのジャンボ鶴田が、援護いたしました。ミルマスカラスをリングの中に今持ち上げたところであります。そしてアブドラドブッチャーが放送席の横にやってまいりまして、 STB の、ミキサーの機械をわしづかみにしましたけれども、さあ
今また今度はカルロス・コロンとともに両手を挙げまして、俺の勝ちだ俺の勝ちだというふうに、誇示しておりますが、リング上は覆面を破かれましたミル・マスカラス、サイドにはジャンボ鶴田がおります。いや今度はカルロス・コロンが助っ人に出まして、一つ俺と勝負をしようではないかと言っております。思い出します。そうですね、品川プレスホテルの開幕戦で突如乱入してまいりましたカルロス・コロンが、ミル・マスカラスの胸ぐらをつかみまして、思い切ったことをやりまして記者会見をめちゃくちゃにしました。その恨みを知っております。そうですね、カルロス・コロン、カルロス・コロン、アブドラザ・ブッチャーの相棒、軍団に入っておりますので、アブドラザ・ブッチャーはひとまず石川県に終わったので、今度は俺と勝負をしようではないかというような要請ですが、これは、ね、今度はアブドラザ・ブッチャーが行きました。アブドラザ・ブッチャーと今度はジャンボ・鶴田がやり合う。アブドラザ・ブッチャーとジャンボ・鶴田がやり合います。もう今年のチャンピオンカーニバルでも優勝をし損ないましたジャンボ・鶴田、恨みを持っております。アブドラザ・ブッチャーのおかげで優勝をさらわれてしまいましたジャンボ・鶴田。今夜はミル・マスカラスのスペシャルマッチでありますが、ミル・マスカラスの擁護に立ちまして思い切ってアブドラザ・ブッチャーに従っていきました。ただクラウンさん、この、ね、決着は面白いですが、ますますエスカレートしますよこれは ね、 ね、もう場内総立ちでありますけれども、結局両者リングアウトの引き分けというような判定。しかし超満員のお客様はまだ誰一人帰ろうとしません。なんとかお客様がアピールしてもう一度リング上で勝負をさせるというようなアピールですよね。これこのままじゃ済まないな。本当にもう超満員に膨れ上がっております。札幌中島スポーツセンターのリング上、再びミル・マスカラスが登場してまいりました。さあジャンボ鶴田選手がミル・マスカラスの左の手を挙げました。しかし竹内さん、夢の対決ですけどね、はい、両者リングアウトの引き分け、残念ですね。マスカラスにともかくブッチャーともう一度だけやらしたいですね。あ、もう一度やらしたい、本当ですね。あるいは全国に20万人いると言われておりますミル・マスカラスのファンも、もう一度アブドラ・ブッチャーとの対決をあるいは望んでいるかもしれませんが、ひとまず札幌中島スポーツセンターマラソンの決戦、引き分けに終わっていますが、おっとどうでしょう、それにしましても髪の毛、おっとちょっと待ってください、ちょっと待ってください、額にも傷がありますね。ジャンボ・鶴田が傷がってますね。今後のサーキットで後遺症がなければいいんですけれども、ご覧のようにミル・マスカラスのグリーンを基調にした華麗なるマスク3分の2以上破かれてしまいました。リングサイドにちびっこファンが集まってまいりました。リングサイドにちびっこファンがもうたくさん集まってまいりました。ミル・マスカラス選手を慰めようという考えでしょうか。戸口選手もリングの中に入ってまいりました。おっと松永アナウンサーがリングに登りました。ダビーI feel very good, very good, very good. You know, I training for wrestling 2 hours. 2 hours I wrestling for training. あのね、自分ね、毎日2時間ね練習しててね、今日のために一生懸命練習したのにね、あのこんな試合だからね、自分納得いかない。もう一回やりますか？ Well, you wanna? I wanna remark with him, you know.Everybody sees not so easy to catch master. Not so easy to catch master. あのね、it's easy for me move around. ブッチャーとね、またやるあれがあるならね、やる自分でもやる。このマスクはね、こんなね、引き下がそうですよ、取られそうですよブッチャーに。これさ、ブッチ、next time ブッチャー say this, take your mask off. Okay, I wear it. Any turn, I don't care.You like to use, take off my mask. I go use chairs. I go use the camera. I go use everything. You understand? ブッチャーがね、何度も使うでしょ。だから彼もね、何度も使う。だから、何度競技でも何度も使うからね。もうやる、彼がやるんだったら自分いつでもやる。The first time I wrestling here all over the world. It's the first time here in Japan. The first time, but the second time I go beat here in the middle of the ring. 今度やるときね、今度やる、今日初めてだけどブッチャーとやるのはね、今度やるときにね、必ずブッチャーをね、リングの外で、中でね、やっつけてやる。わかりました。I don't like to wrestling. I don't like to wrestling to this style. Tell the people. I like to clean matches. I like to the people see wrestling.But somebody start all style and go same way. あのね、自分はね、あんな喧嘩スタイルのね、はい、レスリングじゃなくて本当のレスリングの真ん中でね、みんなお客さんに見せたいけど、ブッチャーがああいう風にね、喧嘩ファイトで組んだったら自分もその通りやる。わかりました。かなりエキサイトしてます。タイガー戸口選手に間に入ってもらいましたけれども、竹内さん、かなりエキサイトしてますね。やはりマスカラス、この一戦にかけた決意、涙のようなものがありましたからね。そうですね、これは引き下がれないですね。そうですね、松永アナウンサーのインタビューに、もう一度必ずやって決着をつけたいというようなことを言ってましたね。まあ、田澤さんね、今日はひとまず引き分けなんですけれども、まあ、これはもう、ファンが納得しませんね。納得しないし、本人同士もね、後が面白いです、これはね。